はもう手早く簡単に作れます、はい、ぜひお試しください。もう今日は早いです。はい、はい、では笠原さんお願いします、はい、じゃ早速まず菜の花の下地ですね、はい、今日はね、あとでこうあんにしますんで固めに茹でたいと思いますね、はい、お塩を入れた菜の花、ね、お湯で茹でていきますね。時期的にももうちょうどいい時期です、ね、あるね、なってきて、はい、菜の花ってどこまで食べれるんですか。全部食べれる。軸も食べる。食べます。確かにね、どこまで食べるのとかありますよね。なんか四角に切って売ってるからどっか切らなあかんのかな、まあ、ちょっと 1センチぐらい下切りますけれどもね、もうこれぐらいでいいですね。さっと固めに取り出して、はい、でお水につけておきますね、はい、お水に、はい、でメインの唐揚げを作ります、はい、今日は、ね、シンプルに塩味の唐揚げにしたいと思います、うん、で下味もつけますけども同時に衣もつけたいと思います、はいね、そうなんです、はい、それが笠原の極み。下味と衣付けを同時にすべし。いや、こうなった時に変になっちゃうの一番かっこ悪いです、はい、エコーかかってますからね、失礼しました。まあ一般の唐揚げは最初にね、はい、醤油とかみりんとか下味つけて、うんうん、そうですね、その後粉つけると思うんですけども、うんうん、今回時短でね2つの作業を一気にやっちゃいたいと思いますね、はい、もうこの片栗粉、はい、ここにですねもうお塩を入れちゃいます。この中にでも要はもう即席の唐揚げ粉ですね。もしかしてこれだけ、はい、もうこれだけです。え、でここにこの鶏肉を入れてですね、もう全体にもこうやってあっという間ですね、すごいですね、下味はこれでも、もうそうなんですよ、これでもうこれでどっちも衣も下味もつけましたからね、揚げていきたいと思います、はい、170度の油で3分ほど揚げますね、今ね。唐揚げね、なかなかでもなんか簡単そうに見えて難しいじゃないですか、うん、種類もあるし、ね、味がいつも一緒にならない、うんうん、これだとでもとっても簡単ですね。簡単ですよ、もうだから要はもうね、笠ちゃん唐揚げ粉としてこれから売ろうかな。笠ちゃん唐揚げ粉種類入れただけだから、いや大丈夫、笠ちゃん唐揚げ粉美味しいです。さあ今日は揚げ鶏の菜の花あんかけを作っていただいています、うんうん、笠原さん続いては、はい、先ほどね揚げていた鶏のもも肉ですけどね、はい、1回取り出しましたね、はいはい、3分揚げてですね、1回取り出して大体3分ほど休ませます、2度揚げで、もう一度そうです、油に投入して2度揚げしますね。これが美味しく作る、やっぱり2度揚げって結構お店なんかでも ね、うん、そうなんですよ、2度揚げがいいですか。2度揚げすることによってまず余熱でジューシーに仕上がるというのがですね、はいはい、これねもう一回揚げると分かるんですけどね、かなり3分揚げて3分休ませますね。あ、ごめんなさい、どのぐらいやって3分でしたっけ。3分揚げて3分休ませます。3分ですね、はい、で揚げた時間と同じぐらい休ませます。でまたここ でもう一回揚げるとですね、ここでですね結構パチパチこう言ってるの分かります、はいはいはい、これですね鶏肉の水分が内側からこの衣につくんですね、はあはあ、でこれがベシャッとする原因なんで、この2度目のここでそれを飛ばしてあげます。あ、カラッとそうなる、ね、だからねちょっとこうやって空気に触れさせるとより一層カリッとしますね、あ、お店の人がよくそうしてそうなんですよ、ね、意味あったのよ。そうなんですよ、意味あったでしょ、これ王将行ったらよそれしてはるの、まさにそれです、ね、働いてるふりしてるんや思ってた。それで時間的にどのぐらいですか。大体 1,2 分もう一回カリッとさせるんで、その間にこれが美味しくなるわけなんだ、はい、これね、先ほどの菜の花は、ね、はい、もう水気を絞って1センチほどに切っておきました。あ、刻ん で、はい、でこれをねまずお出汁に薄口醤油、三上さんが優待リラックスしてる、私二度揚げちゃんとやってるんですよ。笠原さんから昔聞いて、うん、はい、家で二度揚げして知ってる知ってるって思って見てたんです。それは表情に全く出てないそうですね、こういう顔なんですよ。じゃあ菜の花入れます。菜の花と、今日は長ネギも入れましょう、ここね、でサッと煮ますね、ここで、菜の花のあんかけなんて、これはもう大人のあんかけですね、このあんかけいろいろ使えそうですね、春も、もうね、いろんな揚げ物とかかけて、もうこれだけご飯にかけても美味しいですね、でさらにこちらのね、柚子胡椒を加えて、柚子胡椒、そうなんです、それが笠原の極み、柚子胡椒で辛味と風味をつけるべし、はい、柚子胡椒をここにね、入れることによって辛味と風味がついて大人っぽいですね。で菜の花はやっぱりこれちょっと辛いのが合いますね、うん、辛子とかも合いますよね、辛子合いとかしたらとろみつけますね、まあ、今日は唐揚げが塩味でシンプルなんでね、こちらにはちょっといろいろな辛味とかこうちょっと複雑な、ね、味をつけたいと思いますね、はい、じゃあとろみつけます、うん、とろみつけさせたらもうね天下一品ですもんね。そうですね、多分日本で2番目ぐらいにうまい、ね、1番じゃないんだね、謙虚、あ、今日もいいとろみですね。あ、いいとろみですね、さすが。そうしましたらじゃあ唐揚げもいい感じですね、はい、
カリッとしましたね。それやっぱそのまま食べたらちょっと味薄い感じですか、お弁当とか。いやこれね結構ねしっかり塩味ついてますね。はい、じゃあ盛り付けます。今日はとにかく暑いんで。そうっすね、真っ赤な石炭食うのと一緒ぐらい。食ったことないでしょ。ちょっとだって揚げたての唐揚げに熱々合うもん。そうだ、唐揚げ何も掘り込んでも汽車走らへんって。いやこれはそうだ、石炭よりはぬるいと思いますけど、ね、本当ですか。まあ2000回記念ということで、2000回記念で、そうですね、2000回記念で、やっぱ熱々じゃダメかと思います。確実に火傷しますね。ありがとうございます。熱々が一番美味しいですからね、はい、こんな感じですね。あ、うまそう。でも、はい、さあ、それで揚げ鶏の菜の花あんかけの完成です。はい、ではお待ちください。絶対美味しい。暑いので気をつけてくださいね。めちゃくちゃ美味しそうなんだ。絶対美味しい。美味しそう。色も綺麗だね。そうですね、春っぽいですね。あんだけでもすごい美味しい。あ、そうですか。楽しみ。うわー、怖。いただきます。熱い。熱いで。熱い。気をつけてください。あ、大丈夫大丈夫。あ、うまい。うん、うん、あ、あんがかかっててもやっぱカリカリに揚げてあるのがいいんでしょうね。おいしい。柚子胡椒も効いてますよね、うん、あ、なんか唐揚げでもちょっとこう一個こう大人のなんか唐揚げというか、うんうん、シンプルやけど美味しい、うん、ありがとうございます、ね、皆さんもぜひ作ってみてください。笠原さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。今日ご紹介した料理の詳しい作り方はエッセ3月号の140ページに掲載しています。お得な年間定期購読のお申し込みはフリーコール 0120-88-7560、 おかけ間違いのないようにお願いいたします。